名前で、ペルシャ湾からイラン経由で、ソ連のアゼルバイジャンへの経路を通る。中期、国家としてのイランは、西洋では、ペルシア戦争の時代から、ペルシアの名前で呼ばれていた。歴史に記録されている、最初のイランの人々は、あるアッカド語の文書で、パルスワと記載されていた。何百年もの間、ペルシャは、英語において、イランを表現する適切な語であり、 1935年に、レザーパフラビエが現地で読んでいる名前を使うよう、求めた後も長く、多数の外国人の頭の中に残っていた。英語の公文書では、ペルシア回廊の時代からずっと、ペルシアという語を、イランという国民国家の名と完全に交換可能な、同義語として使っている。1941年のドイツのソビエト連邦、進行により、 イギリスとソビエトは同盟関係となった。両者はイランへ注目した。イギリスとソビエトは、新しく開業したイラン縦貫鉄道を、ペルシア湾からソビエト連邦へ物資を輸送するための魅力的な、ルートとして考えた。イギリスとソビエトはイランへ圧力を加え干渉する、ことにより、イランを軍事を呼び、輸送手段に利用する許可を得るという情報を引き出そうと、した。 特に、イギリスとの緊張の増加は、テヘランで、親ドイツの暴動を引き起こした。1941年8月レザーシャーは、ドイツ人の国民を国外退去させることを拒否し、明確に、ドイツ側に就こうとした。そのため、イギリスとソビエトはイランに侵攻して、シャーを逮捕し、南アフリカに亡命させた。これにより、 両国はイランにおける鉄道の支配を得ることができた。1942年、イギリスやソビエトと同盟することになった、アメリカ合衆国は、鉄道の維持と管理を行うための部隊を送り込んだ。イギリスとソビエトの政府は、レザーシャーの政治制度を崩壊させ、立憲政治体制を制限した。栄ロは、レザーシャーの息子である、モハンマドレザーパフラビーが定位を継ぐことを許した。 新たな皇帝は、自分の国が完全に独立し、戦争終了時から6月以内に部隊を撤収すると、いう条件と交換に、イギリス及びソビエトとの非軍事輸送協力の協定を結ぶことに、同意した。1943年9月には、シャアはドイツに対して、宣戦線布告を行い、連合国に、彼の国の名を加え連合国共同宣言に、署名した。 2ヶ月後に彼はテヘラン会談のホストを務めた。外国の部隊の存在は社会的変化を加速し国内での国家主義の活動が活発となった。1946年にホセインゴルエ・エゴラブは民族主義の歌アー・イランを発表した。この歌はゴラブがイラン人の八百屋がアメリカ兵により暴行を受けている風景を史上で 目撃ししたたとといいう事件を元に作り出したものと言われている一方、ソビエトの指導者、ヨシフ・スターリンは、イギリスとポーランド亡命政府からの圧力により、1939年に捕虜としたポーランド人や、それに続いて、ソビエトの共和国内へ強制移住させられたポーランド人の市民たちを、連合軍側で戦うポーランド軍を組織するために、 解放し始めた。ブワディスワフ・アンデルス将軍は、ルビアンカ収容所から釈放され、部隊を組織し始めた。しかし、ソビエト軍との摩擦と、ポーランド部隊への装備や、食料の補給が十分ではなく、同様に戦闘準備のできていない、ポーランド部隊を前線に展開させようと強要する、ことで、最終的に、アンデルスの部隊が、ポーランド市民と共に、 イランへ移動することになった。第二ポーランド軍団は他の戦線に参加したが、一部の市民はイランに定住することになった。イランに今日も住み続けた一部のポーランド人の物語は2002年の映画、忘れ去られた旅に取り上げられた。連合国は、スチュードベーカー US6 トラックから B-24 爆撃機までソビエトへ、あらゆる種類の軍事物資を届けた。 回廊へのほとんどの補給物資は船でペルシア湾の港へ輸送され、鉄道やトラックの輸送部隊で北へ運ばれた。一部の物資は船でカスピ海を渡り、一部はトラックで輸送された。回廊内の合衆国軍はイランイラク軍団管区、後にペルシア湾軍管区の管轄下にあった。本来の合衆国陸軍イラン派遣部隊を継承した。 その任務は、合衆国が対立に関わる、前に、レンドリースの補給物資を配送するというものであった。任務は、ドンジー・シングラー大佐により指揮され、1942年には、ドナルド・ H ・コノリー淳将が引き継いだ。イラン・イラク軍団艦区と、ペルシア湾軍艦区は後に、アメリカ合衆国陸軍中東部隊となった。連合国の補給活動は、莫大なものであった。 ムルマンスクとウラジオストックの港への輸送艦隊を含む多数のルートを通してアメリカだけで戦争の間に1億7550万エートンをソビエトに届けた。ペルシア回廊はこれらのうち415万9117エートンの輸送に使用したルートであった。これはアメリカ唯一によるものではなかった。英国、英領インド、南アフリカ、 バーレーンと連合国の多数の保護料や独立国や植民地等の他の連合国すべてへの輸送に使用された。連合国の補給源から海上を輸送された荷物は回廊で荷下ろしされ、そのほとんどはロシアに輸送され、一部は中東のイギリス軍に、一部はイラン経済に回された。それは何万もの外国の部隊やポーランドの難民の 流入と新しい輸送、物流施設の開発に利用された。インドからやってくる補給物資はイランやイラクのペルシア湾の港で荷上げされた。イランの女性が回廊内のどこかで停止している連合国の輸送部隊を見ている様スイランへの補給物資のために利用した回廊内の港はイラン内イラク内主要な地上ルートは港からテヘラン。 その後以下のように分かれる。また以下の経路もある。外部への補給物資のための主要港はナウシャーであった。この港からバクヨやマハチからへ補給物資をフェリーで輸送する。他の場所ルート上の重要な小さな港や中継点は以下のものである。アゼルバイジャンナイアルメニアナイグルジアイキタオセチアアラニアラナイラン内連合国から赤軍へ補給を 運ぶ補給列車港都市トルクメニスタン内港都市、ペルシア回廊における物資は、基本的に、イギリスやアメリカの戦闘支援部隊、例えば、英国陸軍市長隊やアメリカ陸軍受品化アメリカ陸軍輸送家のような輸送部隊により、取り扱われた。公安労働者や鉄道技術者といった職務に、従事する多数の連合国市民が回廊で、働いていた。 志願もしくは徴兵により集められた熟練したエンジニアや会計士、その他のプロが巡視官となり複雑な補給任務の監督を支援した。加えてイランへの物流の支援を与えることにより、連合国は同様のサービスを提供した。特にアメリカ軍はイギリスやロシアと比較し、中東に影響力を行使していなかったという経緯から、 より中立的に行動し、若いシャアの政府に特別な専門知識の経験を与えた。ノーマン・シュワルツコフ大佐は1942年8月にニュージャージー州警察の本部長であったが、イラン帝国憲兵隊の訓練に配置替えされ、後には大将に昇進することになった。彼の息子、ノーマン・シュワルツコフジュニアは、 1991年の湾岸戦争において多国籍軍の指揮を取った。ありがとうございます。